はい、それではベクトラマイル読書生活本ちゃんいきましょう。はい、今日はすいませんでした。テリトリアル惨敗。ごめんなさい、サトナーさんでよかったです。ありがとうございました。 はい、スプリングアップ、ターブロンドンとんでもタババが悪かったかんかったかっていうか、ババ見るの忘れてた、すいません。両ババで完全やってたな、これ。すいません。下田カードのリベンジとダミアンレインでよかったダノスマッシュ、すげえな、レンさん。イチハロンの不安、レンさんならごまかしきっかな、これ。おめでとう。すごいわ。3連複の発動ボックスだけチャロと当たって、クソやしでした。ありがとうございました。グルビとズームデムちゃんもナイス騎乗です。ありがとうございます。はい、気を取り直しまして、出走表へ行きましょう。めっちゃこう。はい、今日はライブありがとうございました。宮川ディステークス、サトナーサでよかったな、これ。サトナーサーでよかったわ。誰かとやったっけ、バイアスパーク来たし、何来た、あ、ベスト10ダンクしもたーと思って、ベスト10ダンク嫌ってもうたな、前作のマイルズカップ構想で、ベスト10ダンクここに来てまたまたいい競馬しました。ごめんなさい。はい、ゆうすけさんでよかった。その落ち着いた藤井寛一郎さんのバイアスパークも素晴らしい騎乗でした。あとサトナーサーが外から自力、テリトリアどこだってか てか、あ、テリトリアおるやん、おお、何着よ、5着か、お前。あ、5着やこれ、5着よ。5着でした。ありがとうございました。はい、サトナーサーでよかった。サトナーサーちなみに何倍ついてたの？オープンザプライスアンドプライス。サトナーサー1.6倍、十分や。十分やから、お前。1.6ついてたんか。待って、しまった。サトナーサーでよかった、これ。テリトリアルバルディゼル強兵も飛んだから、1.6倍。しもたー。ほんまにこれは調子乗ったっていうか、たまに調子乗った。やっちまった。サトナーサーで毎回副賞生活もあってたのにすいませんでした。明日はリットステークスでいろいろ馬おんねんな。明日サクセスエナジーとかおんねんな。すげえな。レピアウィットこっちか。はい、ドンフォルティスモルト前走5着おるぞ。レピアウィットただ前走マーチステークス3着でもうお腹いっぱいやから、私もありがとうございました。お前か。ファーストニスター、地方 G1 頑張って、前走1番人気重賞、地方でやめあかんがって今回期待してんけどやめとこう。ファーストニスター注目したかったんですけど、今回相手のダノンフェイスでいこう。今回相手のダノンフェイスでいこう。もう最近ね、馬券当たらんから、まあ最近ではずっと当たらんから、そう、もう今まで考えたやつを真逆でいこうと思って、ダノンフェイス、川田さんじゃないし ないし、浜中さんとこの馬の相性そんな良くない、2勝してるけどそんな良くないんですけど、ここはダノンフェイスでいきます。あえていきます。まあ全部1万2千3敗ってのもあるんやけど、はい、根岸ステークス4着もよく頑張ったし、はい、浜中さんやから買いたくないって方多いと思うんですよ。一緒そんなよくないし、はい、まあ専用はいいんですけどね、左回るのがいいっていう話やし、何もかも話を追ってないね。そういう馬を買おう。最近分かって、そう、最近分かって、俺がそうしたやつより和訳で買おうと思って、だからもうダノンフェイス。絶対普段買えへんダノンフェイス。はい、ありがとうございます。絶対この条件で俺が買いたくないダノンフェイスか買おう。そうしよう。和訳でいこう。はい、ということで、ビクトラマイルもいろいろ考えて、まあ、もう完全にもう分かったと思って、もう無理やと思って、もう俺の予想無理やと思って、最近もう崩壊して、最近結構崩壊した。はい、で、やめて、はい、今まで言ってて、多分ね、今日のね、何やったっけ、KOI スプリングキャップやったっけ。はい、今日流れから行くと、ね、ダミアン・レイさんが外枠かからず内行って、最後直線抜けて、で、内からぐるびと突き抜けてきたし、今日結構打ち出しが多かったね。はい、そうなんです。というのも、先週も NHK マイル、思わないこと決着、今日雨降り出してたのに、結局それに関わらず B コース代わりってこともあって、結局うちが有利。ってことは、明日ババが辞めてる。おそらくプリモシーンが美味しいんじゃないって感じでしょ、皆さん多分ね。連載やし、で、ここを勝つ、リピーターですよね。去年ノームコアとプリモシーンで決まってるし、ここリピーター毎回来るねんね。はい、ってことで多分ね、まあ、ノームコアさと言ってもたし、で、横乗りさん乗り換わりやし、去年レイさんで勝ったし、ってことで今年連番もかかってるし、今日もババ読み切ってたからプリモシーンで打ち分けし、いいかなって思って、東京新ワインも買ってるし、はい、もう超イージーじゃんって思って、普通にプリモシーンね、半目に打とうと思って、たんですけど、結局多分無理やねん。なんでか俺が予想してるから。以上です。ありがとうございました。そう、俺が予想してるから、これ。誰行こうと思って、無駄にアーモンドアイ、いや、アーモンドアイか、いや、待てよと思って、アーモンドアイ軸、いや、なんかまた怖いなと思って、そう、どれしようと思って、じゃあ飲むこうか、いや、待てよと思って、じゃあどうする、内訳でビーチサンバ黒ね、
いや待ってよと思って、シャドウ・オブ・ディーバー前奏頑張ったぞ、前奏違う2奏前、東京新聞ハイプリモシーンと、いや待ってよと思って、待って待ってと思って、誰にしようと思って、サウンドキアラー強かったのに襲ってると思ったねと思って、どうしようと思って、はい、スカルトカラーが面白いかなっていう感じですね多分ね。はい、府中品バステークス2着、くちゃ買ったやん、買って、東京ちょっと渋ったババ外出しと思って、で前走休み明け、休み明け買ったっけで、プラス馬体重できて2着上がりだけで、枠順も外やったし、そうやね、これかなと思ってんな、やめとこうということで、今回は全く今まで何も言ってなかったこの馬がいきましょう。はい、もう見ねえって言ったら、ええって、はあって多分はあって、はい、セイナパン、はい、来た、ここや、多分これやこれはい、コンタルチェック、絶対出てけへんかと思うよ、これ。絶対俺の予想から出てけへんかと思うよ。みんなからも多分ほぼ出てけへん。でも9番人気ね。なんで。なんでこいつが9番人気なんていうぐらい。まあ人気ね、出てるんですよね。じゃあね。だってシャドウディーバとかより人気あんねんで。えと思って。シャドウディーバなんか絶対人気出るやろと思ったけど、シャドウディーバより人気あんの。おかしいな。で、逆に言うと、セラピアと人気一緒ぐらい。なんでと思って、セラピアはまず重賞すら出てない前で。と、人気設定やで。舐められてるよそういうこと、以上ありがとうございます。でビーチサンバと一緒ぐらいっていうのは、もうビーチサンバまあ東京もあるならね、クイーンカップみたいな感じであるんやけど、でもこのまま重賞勝ってないよな、でそこと一緒ぐらいのおってんな、いや案外ありやなと思って、案外あり、ただそのなんていうのリピーター、あと枠順まあいろいろありますわ、東京実績もありますけど、全て、罰なんですよ、今回。絶対適正合えへんはず。はい。8枠17番っていう、まず意味やから枠順と、藤沢さんに豊さん、思い出してください。そう、このコンビはね、珍しいんですね。なんといっても、去年、ソウルスターリング、この枠ぐらいやったら確か。ソウルスターリング、去年8枠16番で先行して9着やってんな。ってことで。藤沢さんの、まあ、いわゆるハズレくじか、ルメちゃんが問題になり、豊さんに頼みますよということで、でまた豊さんが結局ご惨敗したところで、競馬を教えた、フォローしたで終わる、この展開決まってます、相変わらず、はい、なんですけど、いやあるんちゃうかな、今日ね、藤ルメターボラも飛んだんでしょ、せん、だから藤沢さんと今日多分株下がってん、これ、うん、せんってことで、今回も真逆の真逆の真逆の真逆、逆逆ついたらあるで、これ展開考えようか、うん、ここから展開考えよう、うん、何もせんと本命って言ってもね、多分こういうもん来るね、多分明日こういうもん来るね、えなんでっていうのが来るって、多分来るからこの前しとか、はい、適正知らん、でもね藤沢さんのとこってさ、あんまり中山校舎ってほんまはもともと連れて、あの実績なんていう、なんていうね、藤沢さんが持ってるまで中山校舎って普通珍しい。で、このままね、確かに中山とかで走ってるよね。うん、フラカップ買って、タコ族勝ち直したんですよ。いや、わかんねんけど、東京やん、普通藤沢さん持ってくるのって大体普通大舞台に東京に持ってくるんやけどな。せん。ただこのままって、そもそも東京をまず走ってないよね。オークスなんかまず距離間違えてるところで出てきて、まあクラシックはしゃあないんやけど、はい。これもまず距離的に無理やったんや。ってことは、まだ東京マイル、あるいは1008、走ってないんや。で、前走負けたんて馬場でしょ。ね、藤沢さんのとこ馬場で走ってないんだし。まぁ、ちょっと今日ターボロンドも馬場で走らんかった原因やったと思うんやけど、明日これ、今日も東京そうそうやむっしょ。で、馬場多分回復するっしょ。で、今日、雨降ったんやかかるぜ。でも、1分19秒出たんやろ。しかもそんな展開早くなくて1分19秒やろ。ってことは、明日馬場早くなる。バーボー早くなるのこの前にとってとラッキーやな。ターコイルステークスも早いとかで買ってるから。せん。高速はお得意なんですよ。やっぱ藤沢とかが。で、東京でしょ。参るでしょ。いや、あると思ってる。だって東京でこの馬が負ける理由が、負けるっていうか、この馬を前する理由ないもんね。はい。まあ、外枠17番がどうかって、もスピードの馬だからね、枠はどこでも大丈夫だよってことで。はい、1週間前にイビナさんが会った調教した時はそんなにあれやってんけど、今週の調教良かったって話、追い切りか良かったって話聞きました、書いてるわ、先週少し重いかなと言ってましたが、今週はすごくいい受けたらしいです、うん、あとは展開考えるか
あとは展開考えよう。マイネ関係でターコイステークスかフラカップとかちょっと前のとこ走って買ってるから大したことないと思うんやけど。と思うんやけどな。でも、あるんちゃうかな。一応、重傷以内やから。そういった意味でも、なんてこいつ、こいつですよな。セラピアに人気が一緒ぐらいっていうのはちょっと舐められてない。副賞も一緒ぐらい？そんなことないやろ。副賞も一緒ぐらい、セラピアと。あ、副賞負けてるやん。この立ち5倍つくん。舐められた。これは舐められた。えぐいな。シーゲルピンクダイヤがちょっと走る気なくしてって意味あれやったらわかるけど。の割にシャドウディーバー2機買ってるんやな、これな、東京マイルで。不思議なもんやで、これ。不思議なオッズやで、この方。いやー、外枠からスタートしました言うて、先週があんだけ前残りやったからね、まあ、飛んできて家で回る問題とかかなと思って、プリモシン内訳でダミアン姉さんで欲しいかなと思うんやけどね。でもこれ、ベタに俺が予想したら多分外れるからやめといて。やめとくわ。ほんまは、本音を言うと俺はプリモシンから買いたい。本音は俺はプリモシンから買いたい。はい、以上です。はい。ダウンファンタジー面白いかなと思ったんやけど、本音はプリモシンで書いてある。ダウンファンタジーな、今日ダウンスマッシュ買ったんや。ダウンダウンか、明日もダウンかと思ってんけど。やめた。やめた。やめた。もうやめた。もうなんか可能性ありそうなやつやめた。あ、ことごとくやめた。サウンドケアも、ノンコアも、アーモンドアイもやめた。ダウンファンタジーも、フル、ちゃんとビデオも、ビジネスサンバもやめた。はい。で、コントラチェック何買うのってことで、ワイドしようと思って、副賞1点もあればいいかなと思って、ワイドしようと思って、ボックスもやめた。やめた。どうしようと思って、コンタチェックも信じしたいと思って、相手どうしようと思って、もう簡単に G1 やったら OK と思って、はい、最強外人でいいやんと思って、プリモシーンとアーモンドアイと、あと多分今回絶対あかんやろって言われてるラブゾーンリューにしとこう。はい、以上。外人なら連れてこれる。以上です。ありがとうございます。もう簡単。外人流すだけ。簡単。はい、ワイドハイトを見ておきましょう。コントラチェックですね。まあ、アーモンドアイとのワイドの10倍以上絶対つくから、これ。12、13倍で OKOKOK。で、プリモシーンとラブゾーンリューやろ。40倍ぐらいでくれろ。OKOKOK。40倍ぐらいいけ、あれ間違えた。なんか漏れちゃった。相手を探してワイド、あれワイド、ワイド言ってんけど、ワイド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 、ワイ、ワイド、はい、1号12に17から抜かしましょ。いいね。13倍、33倍、40倍、きた。で、ここね、もしね、もしラブゾーンリー守りとするやん、順当に、順当にやで。なら、プリモシーンとアーモンドアイ来てみよ、これ。かん、足してね、これ。12足す5は17やろ。あ、超イージー。あ、超超イージー、超イージー。簡単や、これ。12足す1は10、10、え、12足す5は17。簡単。超イージー。OK。さすがにラブゾンリーはいらんかなと思ってんけど、まあ、デムちゃんがいそうです。押さえとけ、思って。はい、よろしくお願いします。全然コントラチェック買う意味全くないけど、まあ、しゃあない。まあ、チームだった方、もうどれ買うかわからんって方も、コントラチェックはこといて、こといて。絶対逃げれへんから、よろしくお願いします。どういう競馬するんだろうな。まあ、理想は外からでも、逃げる馬がトロワゼットあるぐらいか。トロワゼットあるぐらいかな、逃げんの。あ、誰か、セラピアか。でもセラピアの逃げなんか知れてるもんな、スローやもんな。ってことは、トロワゼットが逃げるぐらいか。OK、チャンスある。で、みんな前来たんよ、なるてるね。プリモシも多分ちょっと前々行くと思うわ。2、3前、6番手から買ってる競馬やから強いなと思ってんけどな、内訳でな。まあ、コントラチェックに、展開より、展開は有利、あとは知らん。あとは知らん。2番手追走、トラゼットルと番手追走、セリアンと番手追走して、最後残ったら面白いかなと思ってる。腐ってもディープやからね。腐ってもディープやね。そうやね。あると思うけどな。よろしくお願いします。はい、ということで、カメラに戻りましょう。はい、副賞生活リットステークスダナンフェイスでいきましょうか。浜中さんで大丈夫かな、お帰りということで。はい、あとしつこく出走ということで、もうオープン買ってんのにまだここ走ってくるんで、よろしくお願いします。はい、ビクトリアマイルも完全に今までの予想、クッソどんでん返しや。もう無理なん、覚悟で行くぞ。コントラチェックで行くぞ、これ。リピーター、内売り、知らんが。知らん、知らん。はい、あと相手外人流したいんで、ことで外人さんに流してよろしくお願いします。はい、ということで、また明日のビクトリアマイルライブでできたらお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。